親子で同じ映画監督で、という立場で、このような大役を、賜ったということは、まあ我々の人生においても、大きな思い出になるし、また意識というものが、自然とシャキッと前に向いて目指すところはあそこだというようなね、そういう意識を、再確認をした、親としての奥田瑛二でございます。親子でこうやってさせていただくことで、映画っていうやっぱり芸術表現がみんなが一つにつながっていける世界共通言語だと思うので、その父から受け継いだ映画のバトンっていうものが今自分にもしっかりとあって、これをまたつないでいきたいと思いますし、そういう表現になったらいいなと思っています。生誕120年、いや感慨深いものがありますね。映画の一番の本質的なところをつないでくれる作品ばかりだと思うので、あとはやっぱり今はもうあまりこう聞けなくなった美しい日本語であるとか、こう所作の一つも、あとそういうことを父とこの関係っていう、父に対しての敬意とか親に対してのリスペクトみたいなことが改めてすごく美しく、それがあるから奥深くから涙が出てくる、あったかい気持ちになれたりするっていう、もうそのそりゃ 最高すぎる。小野さんはそういう意味でも、これから映画監督になった人に対しても、一本の映画でどれだけ、発見と宿題をもらうかっていうのがありますから、それは素晴らしいと思う。本年度36回目、これはね、新しい東京国際映画祭のスタートです。ぜひ参加しないと損をしますよ。今回親子でポスターのビジュアル撮影をさせていただきました。私も娘がまたいます、小学生の。こうやって世代を超えて、言語を超えて一つになれるのが映画だと思います。この東京のど真ん中でみんなで映画を通じて一つになりたいです。お楽しみに。